はい、皆さんこんにちは、京都のマサです。今日はね、8月14日、お盆の最中ですね。京都は、まあ、毎年ね、お盆というと五山の送り火ね、あるんですけど、今年はね、まあ、規模を縮小してね、まあ、大の字とかにはせずに、まあ、真ん中の点だけかな、まあ、どこもね、他も妙法船、鳥、あと左大文字ね、今年はね、規模を縮小してね、やることになったんですけどね、先日ね、まあ残念なことにね、なんかLED ライトでね、夜中に1時間ぐらいかな、大文字のね、台を転倒した人たちがいたみたいで、まあ実際見てないからあれなんですけど、そういうことをね、面白半分でもしやったんならね、ちょっと許せないなと思うんですけど、しかもね、その日にちがちょっとねずれた形でね、本来あれは送るためのね日なんですよね。せめて13日とかね、迎えるための日としてね、やるとか、まあいずれにしろね、そういう死者の霊をね弔うためにねつける日ですから、まあでも今回ね、こういう事件をきっかけにね、京都のそういう歴史っていうんですか、伝統がね、まあ見直されたりする機会になればね、いいんじゃないかなとは思うんですけど、なんか祇園祭りじゃないですけどね、その夏のお祭りみたいにね思ってる人も多いみたいでね、あれはお祭りの花火みたいなものではないんですよね。あくまでも満島会みたいなねものと一緒で、死者の霊をね迎えたり送り出したりねするためのものなんですよね。そこら辺を履き違えてね、ただのイベントごと、ただのお祭りではないというね、そういうところ、本質的なものはね、ちゃんと理解した上でね、その上であれをやったんならね、多分京都の人は認めてくれると思うんですけど、
今年やらないというか、まあ、規模を縮小してやることが決まって、だけど私たちの手でやりたいって言うんならね、それはその保存会みたいなね、実際運営されてる人たちからしたらね、とんでもない話ですわね。人の土地に入って何やってんだっていうことになりますしね。ただでも遊び半分な気持ちでやったんならね、これは許されないことなんでね。やっぱり今ネットでもよくね、書き込みでこれぐらいいいじゃないかとかね、肯定的な意見っていうんですかね、よく見かけてたんですけど、意味のないものならね、それでいいんですよ別に。そういうね、意味のあるものだということを理解した上でね、そういうコメントをねしてほしいですね。そういうコメントをね書いてる人にね僕は言いたいんですけど、例えばあなたの先祖代々のお墓にね、他人が勝手に来てね、なんかライトアップしてたらね、どうしますかそれ。何やってんだって怒るでしょ。怒るに決まってますよね。そこでね、先祖のお墓なり、あなたの父や母、おじいさん、おばあさん、そういう人たちのお墓、その下で眠ってるんですよね。そこでね、お祭り騒ぎやってたらどうします？他人がやってきて、しかも他人が何十人もね押しかけて、警察呼びますよね。そういうことですよ。ただそのね、個人を知る者が心からね、その個人をね対してね、お祈りをしている、だったら怒る必要はないじゃないですか。どういう気持ちでやったのかね。やった人たちにね、聞きたいね。そしてね、今からでも遅くないからね、謝罪したらどうですか。